はい、西尾秀美さんです。ドラゴンの卵を捕まえてきました。新曲これです。最初3部構成ぐらいになってます。適当に見てください。最初は、ポートキーカバンの件です。とりあえず町場にポートキーカバンがいろんな色でありましたんで、ね、行き当たりばったり。とりあえず4つずつはオーバーしないように集めてみました。で、開けなきゃいけないんで、ポートキー開けるの恥ずかしいんで、恥ずかしくない場所をちょっと選んで。公園なんですけど、行ってみました。もうね、蚊がすごくて、私もバカじゃないんで、半袖短パンなものの、一応、虫除けスプレーはバンバンやってますが、全然効かないです。オートキー開ける人間、外から自分であんまり見たことないんで、こういうパターンの場合、自分でこんな感じになるんですよね。ただの怪しい老人ですよね。あるあるじゃないんですけど、自分的な、なんていうんですか、自分的なのあるあるで、上がいいっていうのがあるんで、上よく向いてますんで、やっぱ怪しいですね。で、この時点でこんな状態で、途中ですね。で、今や終わったんで、とりあえず最後に必要な分だけをセットしようかなと。数は覚えてるつもりでやってますけど、外れてるかもしれないんで、一応いざという時のためにポケットは置いといてます。で、この子なんかいきなり出てますね。なんだろうなと思ったら、はい、これいや、きついですね。もうこのぐらいになると超きついですね。もうこれ以上嫌。レベルアップ時にこういうのが出ますけど、あんまり実感したことがなかったんですが、今回は例の帽子、超苦手な帽子で比較してみたら結構緑が増えてて、やったーと思って。で、一応ポートキーはあくまでガンガンやってました。で、ただ、これグレートグレートグレートで鴨の端かなんかしないとあっさり逃げられましたね。ちょっと、単純に強くはなってないですね。で、これ3回目で集めたやつをちょっと開けてみましたが、ちょっと天気が良くなってきて、もう全然見えないですね。なんかちょっと頭の上結構やってるのは老眼鏡、ハズキルーペをちょっといじってます。全然見えなかったですね。なんとかしてほしいです。やっぱこれ上向いてとかこんな感じじゃなきゃ開かないっていうのも本当ないやんさ、なんとかしてくんないですかねっていう時で、この1キロはもう全然意味ないんでいいんですけど、やっぱりその通常の10キロとかね、なかなかいいの出ますから、それは楽しんで開けたいんですけど、カフェとかじゃ開けられないですよね。全然意味ないですよ。これ青コンプ登録も登録ぴょんぴょん、タリラリラン、滑れないという、はい、感じがします。これ日本のやつですよね。これもコンプ、すでに黄色は最初からコンプしてました。固まってますね。やっぱりなんかどう考えても旗から見たらおかしいっすよね。今いろいろとちょっとロケの仕方はどうでもいいや、黄色これをバンって買い物して登録して終了と。イベントスーパーマーケットコンプリートっていうことで喜んでますが、ちょっと恥ずかしかったですね。なんかでも分かんないな、これがね、なんですか、チャレンジになってますけど、登録4つで受けたら別にもうこれ以上やる必要ないですよね。もうこれ以上みんなやんなかったら絶対にコンプできないですよね。チャレンジ。そんな意味がよくわかんない。
。あんでね、最後全然違う話なんですけど、あのトリルチャレンジで、あのどうしてもちょっと風変わりなやつで、この前日にやっと弓矢はやったんですけど、私はあまり砦でやってなかったんで、この卵あと2つということで、まあ、砦でやれば出てくるかなと思ってこれコンプして、あの割と夜のお仕事ではございますが、あのその関係で朝は出歩くもんですから、あのピクシーじゃねえかだっけ、独死あれ、そういうのはよく取れるんで、ちょっと解放しなきゃいけないなと思って、で2つ取りたいと。でここでまあ、うん、もし1回目はケンタウスという、まあ、当然だからちょっとあの効率よく取りたかったんで、あのお部屋は下の方でストレスなく、まあ、ここはあのその卵狙いっていうことでストレスなくやってます。とか成功、まあ、どっちかというと敵という意味では出ました、卵9個目、ラスト1個ですね。でここで3つ目の部屋に入りました。ここで出したいな、出るといいなっていう感じですね。あの同じ砦です。で、まあ、多分全体的にランダムなんで部屋変えなくてもどこでやったら多分一応なんかこれこれ、これまでケンタウス、でこれもあの系列の系列の XP 出るか出ないかも多分抽選っていうか純粋確率だと思うんで、あまり気にせずに、まあ、もしあれだったらランクするためにずっと GO やるとか、あの何でしょう、経験値を稼ぐことをやるときないんであれば私とかやるんじゃないですか、まあ、でもまあこうやってやって、ね、やっぱり系列が出ないっていうこともあるんで、まあ、それも確率かなっていうこと で一応今やってる砦は近場にその場にいると触れられないんですけど、近場に3つ宿屋が歩けばすぐのところがあるってっていうところで、地元では結構いいスポットですね。でこれまでその前日にたまたま弓矢を開放して、その1個ワンですか、ワンを解放したんで、先ほどから の弓矢出たのをがっかりしてたんですけど、あそういえばそうか、解放してたから弓矢出てもいいんだと思って、でさっきまでの分で1を使い果たしちゃったんで、ルーン石有料買いました。今バーって早送りしましたけど10個買った、結局40円でワンセット買えるって多分この中で一番安いセットなんじゃないかなっていうか、戦略的に思ってたんで、いきなり出ましたから、ここで卵が出てコンプ、まあ、どうせだったら買う前に出てほしかったですけど、そうはなかなかいけません。で一応これでコンプできて、やったーっていう感じです。全然やった感出てますよ、それはそうですね。ソトロ系やっぱり YouTuber さん偉大ですよね、喜んだソトロ系の話。で今機材とかマイクとか収録方法とかちょっといろいろ検討中ですもん、ね、全然これ今アップの編集方法とか素材の集めるためで、ようやくこれプレステージすると、まあ、なんていうか無駄がなくなるんで、まあ、今後特集とか使う場合でもあるんですよ。で結構驚いたのが、これなくなっちゃうかな、結構驚いたのがこの風変わりの1をプレステージした後に、再度吸血鬼さんとか短足の人ですね、短足の吸血鬼さんとか撮ったらなんかすごい高いですよね、なんか生理性 XP15 もらえたりするんで、びっくりして、ああ、でも、おしまい、見てくれてありがとうございました。またなんか、おお、なんか目の前にチャリンコ関係ない人いましたが、また面白いものがあったら上げさせていただきます。一発撮りなんで、ね、適当で申し訳ございません。以上です。